今年は地域の盆踊り大会での披露、そして先日の例祭における栄光を得て本日を迎えております。大市太鼓台の歴史は古く、明治25年9月に西長より購入したことが太鼓入場帳に記録されています。製作年度は不明でしたが、天井板より墨書きが確認され、1834年ではないかと推測されています。太鼓台は四方柱に彫刻が施されており、大間に八幡信仰に関係がある五条大橋での牛若丸と弁慶、源平八島合戦などの彫刻が施されているのが特徴です。精一杯頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。Thank you.